まあ、改めてね、本日、9月25日は、私の、誕生日でございます。いや本当にたくさんねおめでとう言っていただいたりとか DM とかでメッセージ送っていただいたりして本当にありがとうございました。本当に感謝しております。今年もというかなんかこのね新しい年齢になっても、まあ、何とぞねなんか健康に気をつけて死なないように動画放送の方を頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでですね今までさよならガラパゴスで4年近く活動してきましたけども今までね一応まあ大体ぼんやりは年齢を言ってきたんですけどもぼんやりは年齢を言ってきたんだけど、まあ、なんか年齢を言っといた方が楽になる部分もちょっとあるなと思ってまあね一個十字架を下ろそうかなっていう気持ちで、年齢の方を発表させていただきたいなと思いますけど、まずね年齢発表する前に皆さんに問いたいんですけど僕がマジで何歳だと思ってるかちょっと予想で年齢今書いてみていただけると助かります。今マジの予想で いくつだと思います？27から29、27から29、26から28、大体同じぐらいっていうか26 まあ大体一緒ぐらいっていうかもうなんかわざわざもったいぶって発表する人がどこまであったのかっていうあれですよね。ここまでなんか一致してるまあ大体俺もほぼほぼヒントっていうかなんかね言っちゃってたから、こちらの方を見ていただきたいと思います。3、2、1、いやわでっかでっか、ちょっと待ってくれ。よいしょっと、ほいっと、こちらでございます。私、平成元年の9月25日生まれでございます。本日で28になりました。さっきまで27でございました。だから皆さん正解でございます、ほぼマジでもったいぶる必要ねもったいぶる必要一個もね、はい、まあ一応もうちょっと大きくします。全くもったいぶる必要がございませんでした大丈夫ね、なんか変なもん映ってないね。年齢と性別と顔ぐらいしか個人情報ないと思うけど、本名と住所は伏せました。なんかピタリ賞とかありますか？ないでーす、逆に僕今日誕生日なんで逆になんかください皆様が逆に マサラタウン 3-2-1 で、年賀状出したら多分届かないと思うので送ってみてください。生放送主の横山みどりさん、プロレスラーの、アジャコングさん、デブタレントの内山真嗣さん、フィギュアスケートの浅田真央ちゃんなどと同じ誕生日でございます。でうろ覚えだけど28歳というとヒカキンさんと同じですね、僕年齢ものすごい差がついております。ヒカキンさんと同い年で同い年だったよね、1個上だったっけヒカキンさんが、ちょっとあんま覚えてねえけど、まあ死ぬほど差がついてるのでその差が1ミリでも縮まるように頑張りたいなと思います。はい、あそうだ、桐原赤也と同じ誕生日でもあるわ。そうだね、さっき言い忘れてたわ。二次元のキャラだと桐原赤也と同じ、そこは覚えていただきたい。だからゆきさんお疲れ。堀尾は何でもしてそれ桐原赤也のがいいからだよ、そんなの当たり前じゃないか出た。あ、ゆきさん年齢言っちゃったわ。ゆきさんの年齢も芋づる式でバレたけどいいいいってか、まあ前から一応言ってあるけど、ゆきさん僕より1ヶ月早く28になってます。だ僕よりじじいってことだから、僕より超じじいってことだから、本当にゆきさんのことは今度がじじいって呼んで、本当じじい今後ともよろしく、じじい。
本当僕みたいなちょっとヤングには気を使っていただきたい。僕結城さんより1ヶ月ヤングだから。まあ前から一応言ってあるからね。っていうか年齢有用とは。うん。本当は動画でやるつもりだったんだけど、まあいろんなごたごたがあって、あの生放送で発表するっていうことになりました。まあ結局どの形でも一緒かなと思うけど。まあね、28なんでもう本当にがぜん若くないので、本当サッカー選手とかだったら引退してるぐらいの年齢なので、多分皆さんからすると、まあそんなに割と同世代多かったけど、うん、まあジジイなのでね、本当にいたわってほしい。はいはい、今後とも動画放送、何卒お付き合いしていただけるとおじいちゃんとても喜びます。ではでは、お疲れ様でした。ではでは、失礼いたします。では、ありがとうございました。メッセージとか失礼いたします。